アドさん泣きすぎだよ。本当こんなアドさんの姿を見るの初めてですね。初めてですね。ある意味嬉しいなっていう、ボロボロです。これはですね、あのお客様の方からめぐちゃん一曲歌ってっていうコールがあったので、めぐちゃんめぐちゃんってね、みんなで歌っちゃいメッセンジャーっていうことになりましたね。音響さんゴー、きた、歌ってしまえめぐ。火星に変わって世界を呼べばバーラ。やっぱなんか一緒にこの時に卒業ってねいうことで、やっぱ僕たちもハッシュを歌わせてもらったのでね、こういう時間を作ってあげられることができて、本当にファンの皆さんとスタッフの方々、そしてキャストの皆様にも感謝をするし、よく頑張って歌ってるね、うん、偉い偉い、都会に飛ばして待ってないか、あたしこののメッセンジャー、あたしこののメッセンジャー、イエーイイエーイ。私はセーラーマーズ役を卒業するわけなんですが、これからも違うところで、活躍していきたいと思っていますので、皆さん温かく応援していてください。よろしくお願いいたします。僕たちよりしっかり挨拶してた、すごいと思った。すごい、そしてタキシード仮面様、これはですね、ねタキシード仮面も歌ってしまえっていう状態だったんですけれども、もうご覧の通り涙を流しておりましてですね、ケンジ君泣いてしまうと本当怪獣のようになってしまうので、そこはさすがに見せられないなということで、握手ということになりました。頑張れよ。はい頑張ります。頑張れよ本当に。はい頑張ります。はい頑張ります。もう二人ともおかしくなってますね、すでに。本日にて夏公演無事終了することができました。これもひとえにファンの皆様の応援で、最後までできたと思います。スタッフ、キャスト一同になり代わりまして厚く御礼申し上げます。立派に挨拶できました。よく頑張りました。それではまた冬公演で会おうね。約束だよ。バイバイ。公演終了後です。終了後です。見てください、この姫の泣き顔を皆様ゆっくりと。辛くないんだろ。あんたいなくなっても頑張る。強いプリンセスになります。強くなります。ね。大丈夫だよね。大丈夫。でも今日は泣かせて。今日だけ。今日まで泣かせて。だから泣かないで。なんて可愛いの。私が悪かった。いいぞ、今日も泣かしてあげるじゃん、いっぱい。こんなんです。いつも僕の前ではこうやって泣くんです。本当だよ、もう可愛くてしょうがないよ、この子は。もうどっちが卒業するのかわからないぐらい泣いてますからね、本当に。アドさんとの感動的な、もう本当私も子供のように泣いてたね、泣いてしまいました。メグもよく頑張りました。大丈夫だな、強くなっていこう。本当お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ちょっと頑張れ。涙止めてるんだよ、これ。可愛いでしょ。
もう新しい新人2人ですけれどもね、この2人もよく頑張ってくれましたね。ました。これからが楽しみです ね、うん、ねここから勝負だからな、お前な。分かった、分かんないじゃないよお前、ここから勝負だ。尊敬してる大好きな先輩なんです。もう先輩ですけど上から見下ろされてる。本当にもう尊敬してる先輩、まあ、これから勝負だ。お疲れ様でした。